おはようございます、本日はですね、今から山梨の方へ行きたいなと思いますが、初めてのようやくグランピングですよ。サウナがあって、ね、楽しみですね、うん、ではちょっと寝起きなんですけどね、頑張っていきたいなと思います。5時間ぐらいかけていこうかなと思いますので、はい、ゆっくりしておいてください、はい、はい、では行きましょう。 I would like to go there at the back of the house where a high school teacher caught us when making out you and me perfect strangers but really not at the same time nothing can come between us you and me we're staying alive alive forever alive so hear me out telling you now we're gonna go all the way up cause we got it all figured out。 はい、それでははるばる、山梨県まで来ました。あれから5時間かかったな。結構遠かって、今が現在が4時ぐらいなんですけども、チェックインしたいなと思います。今回ね、ご招待いただいたところなんですけどね、一つ一つがトレーラーってなってるやん。ここあったり、こっちあったりで、俺らは一番上に今回停めさせてもらうってことやから、楽しみよ、楽しみよ。こちらです。いやテントみたいについてるんだ。そう、これまあメッシやん、うん、ここが部屋なんですけど、部屋をねガバッて開ける前に、うん、見て富士山見えないあ、うっすら見えるね。やっぱなってるかな。しかもめちゃくちゃいいのが、うん、サウナがそこにあるね。そこでサウナ入って、うん、まあ後でサウナ行くけど、うん、水風呂を丸見え、うん、休憩するとこも丸見え、うん、へえ。なんかやっぱり、まあ、とりあえず中、あ、はい、はい、呪文の言葉なんていうの、何呪文の言葉は、山梨やほい、ほい、何でもよかったね。これコツどうすんやろ。もうここに抜けばいいんじゃない。へー、すごいね。あ、もうちょっと景色がないよ。二段ベッドがあって、なんかあって、ソファーがあって、で奥にお風呂とかあるのかな。何があるの奥。トイレとシャワールーム。風呂とトイレ、シャワールーム。へえ。トランプもあるのかな。俺のマジックを披露したのか。プロジェクター、うん、だってそういうプロジェクターシートついても、夜多分な映画とか見れんねやろな。星空とかもしかして見えるかもな。うわ、で、あ、ちなみにその足元にあるのが晩ご飯です。あ、この中に入ってらっしゃるの全部。わあ、すごいよ、ほらここに書いてあるんだよ。自分で全部作るのか。声も炊けてはいないマジか、米炊こうぜ。大変やないかい。なんかここから自由に取ってください言うて。へー、その歯磨きとか、うん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 、あとまあ俺ヒゲも剃らんからいらんか。いらんね、無駄遣いしたかもんな。そうね、全てのドリンク100円引き。6時、4時から。今やないかい。6時、今じゃん。とりあえず飲まなあかんやん。ワインでいい。あ、ワインしようか。なんかワインおすすめのやつもらってもいいですか。ありがとうございます。すいません。人はですね、自然の前ではこうなるんですね。誰かな。バカーン。嫁蔵さんですか。はい、そうです。もうちょっと揺らしてあげようか、うん、ブランコみたいにして、これぐらいにしてたよ、うん、いいよ、これ かぶれて。そう言ってる間にお米を今現在やっておるんですね。湯気出てるよ。今からの流れではですね、今からサウナに入って、でそっから、ご飯食べて、どうすんのやろ、ベランダでボートするのかな。今日は全身ねノースフェイスで来てるんですよね。僕もそうですけど、お嫁さんもそうで全身ノースフェイスで来てると、僕はねこのバーサミットに、アルパインライトパンツという、そしてお嫁さんもバーブライトにバーサロフトに T シャツですね。でね、この上にもまだ持ってきてねんな、夜出る用として。ちょっと天気曇ってきたぞ、うん、だいぶね、
おお、いい景色ですわ。サウナ行きます。ちょっとこれモザイクにしようかな、うん、そうだね、どれぐらいことになってるからね。暑いぞ。もう一発。暑っ熱っ、もういいもういい、もういらんわ、熱っ。気持ちいいな、気持ちいいけども体がどうしようもないもんだってくらい。確かにジャガーしてるのね、切るよ。あっちあっちあっち、はいはいはい。それではサウナで整った後は晩ご飯です。焼くぜ。お願いします。おう、帰って超綺麗にする。乾杯。乾杯。あ。上手すぎん。ほったらかしただけなの。うん。わあ、美味しそう。いただきます。いただきます。おいしい。塩コショウある？焼肉のタレでいっちゃうともうしまいもんな。あのハーブスパイスだったね。へえ。ちょちょちょ、そんなさ、うん、これ多分さあ、横にスルーできんの？なんじゃなんじゃそんなワイルドなそんなスギちゃんみたいなことせんけどさほら、ほんとだ、ちょうどエレを適当に出てこない、そんなワイルドに行くの。夏の朝、うん、うん、おいしい。あ、ダイレクト、はい。これも西掛け、うん、うん、米も行ったで、この米、うん、米行ったで、このマスタイル。あ、うちでは考えられへんぐらい柔らかい本当まあ、外やとそういうもんやな、うん、これもこれで美味しいじゃん。先ぐらい、ありがとう。おいしいものもらった。この時期だからこそのコロナピース。じゃあ乾杯。乾杯。ハーブスタイル
しゃいでまーす。熱い？美味しい。うげ、柔らか。めっちゃ甘くない？これ、栗意外と甘くない？いや完全に今オフモードになってるんですけども、今日はどうでしたか？よかったですよね。あとはもう寝るだけやね、うん、こんな感じですわ。でも朝夕朝食つきだね。そうだろ。だからね、もうサウナ入って整っちゃったからね、眠たいのでね、現在もう、そう、10時だからもう寝たいなと思います。また明日会いましょう。では、翌朝って言って汽車の音が鳴ります。3、2、1、どうぞ。 OK。 俺のスリッパない。泥棒された。そう、片方しかない、ちくしょう。ないよ。マジで？ないよ。本当だ。イノシシかなんか取られた。あ、下にポロンとしてる。落ちてる？うん。なんで？ということでおはようございます。現在朝の8時半なんですけども、ほんまサウナに入ろうか言ってましたが、ちょっとあまりにも眠すぎたんで二度寝してました。そして今は朝ごはんがあるのかを聞きに行っておりますね。あ、すみません、はい、朝ごはんって、はい、朝ごはんってどこにあるんですか？あ、こちらでお渡しします。あ、すみません、ありがとうございます。はい、どうぞ。では言いますわ、嫁蔵にね、朝ごはんあったよって。あ、持ってきたやつ。うん。あ、できた？うん。最初の失敗。それではドタバタしながらギリギリ朝ごはんを食べて、チェックアウトの準備ができました。来た時よりも綺麗に、中学校の時に教えてもらいましたね。ではチェックアウト行きましょう。嫁はもう車に行きました。ありがとうございます。はい、大丈夫です。はい、すみません、ありがとうございます。はい、ということで無事チェックアウト終わりました。残念ながらね、来た時が一番富士山綺麗に見えたけど、今見え、ここになんかテント富士山がいるじゃん。一応今回ご招待いただいて来たんですけど、なんか別に好きに撮ってくれて、好きに Vlog にしといてくださいって言われて別に特にこれを押してとかあれを押してとか言われることなく自由にやらせてもらいました。じゃあこのチェックアウトの続きはまた次の動画で見てもらったらいいかなと思いますので、今日はこの辺で終わりたいなと思います。それではですね、今回は夫婦でグランピング行ってみたという動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。